平野紫耀、ジャニーズジュニア卒業メンバーと共に新たなステージへ、インプの活動に注目。平野紫耀さん、26、が14日、YouTube チャンネルの生配信に、三宅健さん、44、神宮寺優太さん、25、と共に登場。自身に続き、滝沢秀明さんが立ち上げた会社、とべに合流した新グループを歓迎しました。合流したのは、 ジャニーズジュニアのユニットインパクトアーズとして活動し、今年5月にジャニーズ事務所から卒業した佐藤新さん、22、元俊介さん、26、鈴木大川さん、25、影山拓也さん、26、松井壮、港さん、22、横原祐希、祐希さん、26、椿畑われさん、25の7人です。今後、新グループ、インプ、 として活動することが発表されました。インプのメンバーに対して、平野さんは、憧れている方はいらっしゃるのかなと、突然質問。すると、佐藤さんは、僕、いろんなところで言わせていただいているんですけど、本当に平野くんがきっかけで、と言葉半ばで、平野さんが佐藤さんに頭を下げました。その行動に、神宮寺さんが、早いのよ。おじにするのがとツッコミを入れると、平野さんは、 違うのよ。俺、これ知っていたんすよ。新しくんが俺のことを憧れてくれているって、それを知っていた上で聞くのって、すごい恥ずかしいと照れた表情を見せました。平野さんに憧れた理由について、佐藤さんは歌とかダンスはもちろんなんですけど、初めてテレビなどで見た時にスターだと思って、それで雷がバーンと僕に落ちて、それで履歴書を書いて、この業界に入ったんですと明かしました。 続けて平野さんから甘い接点がなかったんですよ。今までみんなが出ているのを見に行って、その時にちょっと喋るぐらいだったよね。これからはどんな形で絡めるかわからないけど、なんか一緒にできたらいいねと持ちかけられると、佐藤さんはぜひよろしくお願いしますと、憧れの人の前で緊張の表情を見せました。すると、平野さんはちょっとごめん。俺も緊張してきた。 告白された感じちょっと答えは待ってほしいと笑いを誘いました。以上は平野紫耀さんと新グループ、インプのメンバーとのエピソードです。平野さんの存在が彼らにとって大きな影響を与えたことが分かりました。これからの活動で彼らがどのように成長していくのか、ファンたちは期待と興味を抱いています。インプ、はジャニーズジュニア時代から活動してきたメンバーたちが集結した新しいユニットです。 ジャニーズ事務所を卒業し、戸辺に合流したことで、彼らの夢が一歩前進しました。これまでの努力と経験を生かし、さらなる成長を遂げることでしょう。平野紫耀さんは、多くの人々に憧れを抱かせる存在です。その魅力は歌唱力やダンススキルに留まらず、その人柄や表情にも現れています。彼のファンにとっては、彼と一緒に活動するインプのメンバーたちも注目の的となることでしょう。 新グループ、インプの活動には、これからも多くのファンが期待しています。彼らがどのような音楽やパフォーマンスを披露し、どんな成果を上げていくのか、楽しみに待ちたいと思います。平野紫耀さんとインプのメンバーたちの絆が、さらなる成功へとつながることを願っています。彼らの活動を応援し、彼らが輝き続ける未来に期待しましょう。最後に、平野紫耀さんやインプのメンバーたちにとって、 ファンの存在は非常に重要です。彼らの活動を支えるためにも、ファンは彼らに寄り添い、応援し続けることが大切です。彼らの夢が叶うことを願い、彼らの活動をサポートしましょう。以上は平野紫洋さんと新グループ、インプに関する記事でした。彼らの活動がますます盛んになり、多くの人々に感動と喜びを与えることを期待しています。大変お世話になりました。 最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。